おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。ダバオモーテルでいくつかのレイプ事件。警察の関係者であるアントニオ・ルイ巡査部長は、ダバオ市警察署の PS18 バハダ警察署の駅長として2023年5月19日にダバオシティディザスターラジオのインタビューで、モーテル内で暴漢事件が発生していると述べました。ルイ巡査部長は2人がモーテルで待ち合わせし、翌日には被害者が強姦されたと報告すると述べました。彼は犯人のほとんどが被害者と知り合いであると言いました。バハダ警察署ではまだ強姦事件が起きていますが、私たちの分析によると知り合い同士で飲みに行ったりすることが多いです。私たちの管轄地域は都市化が進んでいるためです、と彼は述べました。ルイ巡査部長は、大きなモーテルやバーが市中心部にあるため強姦のリスクがあると指摘しました。また犯人がソーシャルメディアを使って被害者をおびき寄せる新しい傾向も観察されていると述べました。ダバオシティ警察署は現在この問題を調査しています、と彼は付け加えました。サンスターダバオに提供されたデータによると、2023年1月1日から4月29日までの期間に全地域で合計128件の強姦事件が報告されました。ダバオ地方警察署の広報担当者であるグルティアの大佐によれば、ダバオ市警察署が最も多くの事件を記録しており、35件です。次いでダバオデルノルテ州警察署 DDNPPO が32件、ダバオデルスール州警察署 DDSPPO が26件です。ダバオデオロ州警察署は18件、ダバオオリエンタル州警察署は11件、ダバオオクシデンタル州警察署は6件の事件を記録しました。プロダバオによると、被害者の大部分は子供でした。11歳から17歳の被害者が関与した事件が88件ありました。18歳から25歳の被害者が関与した事件は19件ありました。6歳から10歳の子供が関与した事件は7件でした。128件の強姦事件のうち76人が学生、32人が身元不明、11人が雇用されていませんでした。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。私のやる気の励みになり続けることができます。よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。大変嬉しく思っております。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。